はい、こんにちは。今日は質量と重さの違いについてお話してみたいと思います。僕これ中学くらいで習うんですかね。で、自分が中学の時に全然わかんなかったです、説明が。なんか教科書とかでは質量っていうのはこの上皿天秤でこう測ったやつだと。で、重さっていうのはバネばかりで測ったやつだと。同じやんと。上皿天秤だと、なんか月に持ってって他の場所でも同じこう、同じあれでしょう。釣り合いでしょう。だから、上皿天秤とバネばかりは違うんだよって言っても、いや、なんかわかんなかったですね。全然わかんなかったです。まあ、でも一緒でしょ。上皿天秤でもこれ5グラムって書いてあるんだから、5グラム。のその釣り合ってるんだったら5グラムじゃないのって思ってました。で、なんかもう本当わかんなかったっていうか、全然納得できなかったんですけど、まあ大学に入ってですね、物理学科に入って、なんかやっとわかったというか、あれです。だから随分かかりました。で、わかってみれば簡単です。それだけのことかっていうことです。まず、重さですね。まあ、体重でいいや。でこれは、まあ、さっきもちょっと言ったけど、測る場所で違うわけですね。でこう地球上だったら、まあ、こう実際にこう乗るでしょ、体重計に。そうすると60キログラムだと。60キログラムっては何？バンタム級かな？フェザー級なの？あれです。バンタム級ですかね。で、それから雷神だったら、まあどうでもいいか。で月面に行くと、まあ地球の大体重力の、6分の1くらいなので、10キログラムになってるはずです。例えば1メートル、飛べたら、地球で飛ぶのと同じことをすると、月面では6メートルのジャンプができるわけですね。じゃあ宇宙空間、ロケットの中で測ったらどうかって言ったら、体重計もふわ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 浮いてるし、自分もふわ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 浮いてるから、これはないですね。体重0キログラムになっちゃいます。さて、一方、じゃあ質量って何かって言ったときに、これはもうきちっとした定義があるんですね。それは何かというと、まあ、前回もお話しましたが、動きにくさです。力を加えたときの動きにくさです。こういうふうに初めから教えてくれればいいのに、まあ、こういうことです。これ F イコール MA、まあ、この F イコール MA を教えるのが、なんかあれなのかな、指導要領とかで教えちゃいけないのかもしれないですね。でもこうやって教えてもらった方がいいと思うけどな。まずこう力を与えたらとしましょうと。で、その時に F イコール MA だから、それは加速度かける質量になっとるんだよと。で、質量がでかいものほど、なんか動きにくいぞ。加速度はちっちゃくなると。それから質量が軽いものほど加速度はでかくなる。めっちゃ動くよっていうことですね。こう釣り、めっちゃ重たいなんかこう重りがありましたと。で、これ指でツンとつついて F を与えたとしても、まあほとんど動かないですよね。それはなんでかっていうと質量がでかいということを意味します。じゃあこうピンポン玉みたいなのがあって、まあ、ちょんと動かしたら、まあ、ピューッと飛んでいくと。これはめっちゃ動くやん。これ質量が小さいから。ということを意味します。で、同じことをですよ、宇宙空間でやってみましょうと。でっかいなんかこう、クソでかいなんかこう、重たいもんが、なんか実験道具を運んできたと、宇宙船で。で、ふわふわ浮いとるけど、指でツンってやっても、まああんまり動かないですよね。まあロケットでもいいや。宇宙空間でその作業をする人いるじゃないですか、スペースシャトルの外で。で、スペースシャトルちょんと動かしたって、まあ、スペースシャトルは動かないですよね、ほとんど。それ質量がでかいからです。一方、なんかこう、ふわふわ浮いてる、なんだろう、ピンポン玉みたいなのをツンってやったら、ピューって飛んできますよね、宇宙空間でも。もう質量が小さいからです。同じように、体重計に乗せてもゼロですよ、ふわふわ浮いてんだから。だけど、質量っていうのは力を加えた時の動きやすさ、動きにくさっていうことが元々の定義なんだから、まあ、それで初めから教えてくれればいいじゃんって思うんですけど、まあそういうことです。この点はわかりますよね。というわけで、これはまあいわばですよ。質量っていうのはこの物体、それぞれの固有の性質なんですね。だからこそどこで測っても同じわけです。
いいですかね、ピンポン玉はこの動きやすい、力を加えられたときに動きやすいという性質があると、まあ、そういうピンポン玉固有の性質なわけです、質量っていうのはね。一方さっきのでっかい重りみたいなやつは、まあ、なかなか力を加えてもどこで加えても動きにくいぞと、そういう固有の性質なんですね。だから質量と重さっていうのは随分違いますよね。でちなみにですよ、この宇宙飛行士はどうやってじゃあ体重を測るんだと、宇宙にいると体調管理もめっちゃ大事ですよね。というとですよ、これどうしてると思います？こう揺するんですね。なんかこうベルトみたいにつけて、ゆっさゆっさゆっさと揺すぶって測るみたいです。まあだから何をしてるかというと、むしろ質量を測ってるわけですね。揺すぶって、重たい人、なんか重たいすごい体重の多いお相撲さんだったらなかなか揺れへんけど、なんかすごい軽い人だったら、体重の軽い人だったら、ゆっさ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 宇宙空間で揺れちゃうと。だからまあ、だからあれは、重さじゃなくて、質量を測ってるんですね。まさに。はい。ちょっと面白かったですね。では、次回も。